トップスケータータが集結ファンタジー・オン・アイス2024の舞台裏とスペシャルパフォーマンス大公開ファンタジー・オン・アイス2024はフィギュアスケートファンにとって毎年待ち遠しいイベントです羽生結弦をはじめ世界中から集まったトップスケーターたちが一堂に会し華麗な演技を披露します今年の公演も期待と興奮に満ち溢れたものとなるでしょう特にー・選手のパフォーマンスは 多くのファンにとって最大の見どころとなっています羽生選手はその優雅なスケーティングと独特の表現力で知られ多くの人々を魅了してきました今年も彼の新たな挑戦を見ることができるのは大きな喜びです羽生選手の他にもファンタジーオンアイスでは様々なスケーターが登場します例えばジェフリーバトルが振り付けを担当することも話題となっています 彼の創造性とスケーティング技術は、ショーに新たな息吹を吹き込みます。また、ショーには国内外のアーティストも参加し、音楽とスケートの融合が見られるのも魅力の一つです。これにより、観客は単なるスケートショー以上の、まさに芸術的な体験を楽しむことができます。ファンタジー・オン・アイスの特筆すべき点は、スケーターとアーティストのコラボレーションにあります。これにより、 観客は普段の競技会では見ることのできない、独創的で華やかなパフォーマンスを目にすることができます。例えば、羽生選手がどのような楽曲を選び、それにどのような演技を合わせるのかは毎回の注目ポイントです。今年もまた、彼の選ぶ曲とその表現に大きな期待が寄せられています。今年のファンタジーオンアイスの幕開けは、特に感動的な瞬間となるでしょう。 6月22日に静岡で開幕するこのショーは、ファンにとってまさに待ち望んだ瞬間です。チケットはすでに発売中で、すでに多くのファンが手に入れ、その日を心待ちにしています。CS テレ朝チャンネルでは、5月25日、土曜日の午後2時から公演2日目を生放送する予定です。これにより、会場に足を運べないファンも、自宅でショーの魅力を存分に楽しむことができます。 公演に先駆けて公開された練習風景の映像も大きな反響を呼びました。羽生選手の練習風景を見ることができたファンたちは、感謝と興奮を隠せませんでした。羽生くん、見れるの嬉しいです、ジェフ、お帰りなさい、嬉しいといったコメントが寄せられ、多くの人々がその日を心待ちにしていることが伺えます。また、練習風景を見ることで、 ファンたちは本番に向けたスケーターたちの努力と情熱を感じ取ることができ、その期待感は一層高まります。羽生選手にとっても、このショーは特別なものです。彼がフィギュアスケートに捧げる情熱と、その演技に込められた感情は、見る者の心を強く揺さぶります。彼の演技を通じて感じることができるのは、ただの技術や美しさだけではなく、その背後にある努力と葛藤、そして成功の喜びです。 彼のパフォーマンスを見ることで多くのファンは自分自身の生活にも新たなインスピレーションを得ることができますまた羽生選手はフィギュアスケート界におけるアイコン的存在であり多くの若手スケーターにとって憧れの的でもあります彼の成功とその背後にある努力は次世代のスケーターたちにとって大きな励みとなっています今年の「ファンタジー・オン・アイス」では彼と一緒にパフォーマンスをする若手スケーターたちも その影響を受けてさらなる飛躍を目指すことでしょうさらに今年の公演では観客が参加できる様々なイベントも予定されていますこれによりファンたちは単なる観客としてだけではなくショーの一部としてその魅力を存分に楽しむことができます例えばショーの前後にはスケーターたちとの交流イベントが開催される予定ですこれによりファンたちは直接スケーターたちと触れ合い 彼らのパフォーマンスに対する思いを聞くこ,とができますこのようなイベントを通じて、ファンタジー・オン・アイスは単なるスケートショーではなく、観客とスケーターたちが一体となって楽しむ一大イベントとなっています。今年もまた、多くの感動と興奮が詰まったショーになることは間違いありません。ファンタジー・オン・アイスは、その独特の魅力と完成度の高いパフォーマンスで、毎年多くのファンを魅了してきました。 今年もその期待を裏切ることなく最高の賞が提供されることでしょう羽生選手をはじめとするトップスケーターたちの演技を通じて多くの人々がフィギュアスケートの魅力を再発見しその素晴らしさに心を打たれることを願っています「ファンタジー・オン・アイス2024」が皆さんにとって忘れられない素晴らしい時間となりますように「ファンタジー・オン・アイス2024」が成功するためには「 スケーターたちの努力と情熱だけでなく、スタッフやサポーターの存在も欠かせません。舞台裏で働くスタッフたちが一丸となってショーの準備を進め、その結果として完璧なステージが実現します。彼らの見えない努力が、観客にとっての感動と喜びを生み出しています。特に音響や照明、衣装デザインに至るまで、細部にわたるこだわりがショーの完成度を高めています。さらに、 ファンタジーオンアイスはフィギュアスケートを通じて人々をつなげる力を持っています。ショーを見るために遠方から訪れるファンたちがその熱意を共有することで新たなコミュニティが生まれます。観客同士の交流やスケーターたちとの触れ合いはファンにとって貴重な体験となりその思い出は長く心に刻まれることでしょう。また SNS を通じてショーの感想や写真が共有されることでその感動がさらに広がり 多くの人々に影響を与えています今年の公演では特別ゲストとして招かれたアーティストたちの存在も見逃せません彼らの音楽とスケーターたちのパフォーマンスが融合することでまさに夢のような時間が作り出されます音楽とスケートの調和は観客に新たな感動をもたらしその魅力に引き込まれることでしょう例えば昨年の公演では 有名アーティストのライブパフォーマンスとスケートが見事に融合し、多くの観客から絶賛されました。今年もまた、どのような驚きと感動が待っているのか、期待が高まります。そして、ファンタジー・オン・アイスの成功には、スポンサーやパートナー企業の支援も欠かせません。彼らの協力によって、ショーの運営がスムーズに進み、高品質な公演が実現しています。スポンサー企業もまた、 このイベントを通じて自社のブランドイメージを高めることができ、双方にとって有益な関係が築かれています。このような協力関係がファンタジーオンアイスを一層盛り上げ、毎年多くのファンを引きつける要因となっています。さらに、ファンタジーオンアイスは次世代のスケーターたちにとっても重要な役割を果たしています。若手スケーターにとってトップスケーターたちのパフォーマンスを間近で見る機会は大きな刺激となり、 自分たちの目標を高く設定するきっかけになります羽生選手や他のトップスケーターたちのように努力と情熱を持って挑戦し続ける姿勢を学ぶことができるのですこれにより日本のフィギュアスケート界全体のレベルが向上し未来のスターが育っていくのですまた観客にとってもこのイベントはただのエンターテインメント以上の価値があります日常の喧騒から離れて 幻想的な世界に浸ることができるこのショーは多くの人々にとって心の癒しとなります特に今年の公演は長引くコロナ禍の影響でストレスを感じている人々にとって心のリフレッシュの場となることでしょう観客がショーを通じて笑顔と感動を取り戻し新たなエネルギーを得ることができるようスケーターたちとスタッフは全力を尽くしていますそして最後にファンタジー・オン・アイスの魅力はその一体感にあります スケータータたちと観客スタッフスポンサーそしてサポーターたちが一つになって作り上げるこのイベントはまさに奇跡のような瞬間を生み出しますそれぞれの思いが交錯し一つの大きな感動となって広がっていく様子は言葉に表し尽くせないほどの美しさです今年もまたみんなが一体となって作り上げるファンタジー・オン・アイスが多くの人々の心に残る素晴らしいショーとなることを信じています 羽生ズル選手をはじめすべての出演者が最高のパフォーマンスを披露し観客にとって忘れられない思い出を作り上げるために一丸となって努力を続けています彼らの情熱と技術が結集したこのショーをぜひ多くの人々に楽しんでいただきたいと思います「ファンタジー・オン・アイス2024」が観客一人一人の心に深く刻まれる特別な瞬間となりますようにそして その感動が未来へと続く新たなインスピレーションとなり、フィギュアスケートの素晴らしさがさらに広がっていくことを願っています。